立家卓上は、現在の千葉県松戸市立家卓寺北の内を呼び同市ネギ内あざでいない、同志小金原にかけてあった、日本の城。室町時代後期から、戦国、安土桃山時代にかけて存在したとされている。干渉元年高城種中の築城とされているが、永正三年に、高木種吉が立家卓に陣を構えたのを由来とする説もある。ただし、 本土実家古町には、永久9年に、栗笠において、高城白衛門清隆という人物が没したことが記されており、15世紀前期には、原氏の代官としての高城氏の館が、立桁宅にあったとも考えられる。高城の拠点は後に、根木内城、小金城に移るが、高城種足の代には、重心田島寺邸が栗が、沢の城代を務めていたという、 現在は土地開発によって整地されて、松戸市立根木内中学校及びゆかり、交通公園を中心とした住宅地となっており、当時の移行を確認することすら困難であるが、古い地図に基づけば、坂川、藤川最上流域の北側に突出した北の内と呼ばれていた大地上二条角が南北350メートル、東西120から150メートルにわたって、 広がっていたと推定されている。さらに、そこから東南に伸びた谷津に,に突出したとのうちと、呼ばれる丘の上には城郭に付随する形で巨漢部があったと考えられている。なお、城郭部の約500メートル北の大地上には、高木市の次の拠点であったとされている、ネギ内城が存在していた。ありがとうございます。